第4代スタンフォード伯爵ハリー・グレーは、グレートブリテン王国の貴族。1720年から1739年まで、グレー卿の儀礼称号を使用した。第3代スタンフォード伯爵ヘンリー・グレーと、ドロシー・ライトの長男として、1715年6月18日に生まれた。1722年から1726年まで、ラグビースクールで、 1726年から1731年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた。エンビルホール1738年2月、レスターー選挙区の補欠選挙で、野党派保育党の一員として、庶民院議員に当選したが、翌1739年11月16日に、父が死去すると、スタンフォード伯爵の借位を継承した。この父から、 レスターシャーのブラッドゲートパークとスタッフォードシャーのエンビルホールを継承したが、第四代スタンフォード伯爵はエンビルホールを住処に選び、ブラッドゲートハウスをレンガで塞ぎ、ブラッドゲートパークは狩猟用に残した。エンビルホールの敷地は18世紀中期に大規模に筆化された。1768年6月24日に死去、長男ジョージが爵位を継承した。 1736年5月、メアリーブースと結婚、夏季の子女を設けた。ありがとうございます。